過ごせましたか皆さん。最後の3分は私と過ごそうよ、このクリスマス。過ぎてもやるんだけど、今さっきも配信してて、さっきの残ってるからちょっと先飲むか。いや、これ上から次出しちゃうか。シャンメリーも買ったのよ、ほら。なんか音鳴ってる、危な、なんか破裂しそうな音鳴ってる。追われすぎ、時間に。じゃ、では良い夜過ごせましたか。来てくれてありがとう、ひなサンタより。乾杯。ピーチジュースなんですけど、シャンメリーです。ふぅ、よかった、間に合わないかと思った、12時に。うん、メリクリです。みんなよう来てくれてありがとう。ハルトさん、ありがとうございます。ゴンタさん、メリクリ。まだメリクリ中だね、ギリギリね、ギリギリ。いいね、いいねさん。陽平さん、イエルさん、サキさん、動画よく流れてきます、ありがとうございます。声真似の動画かな、サキさん。シルファさん、あら、ありがとう、シルファさん。何これ、メリークリスマス。ありがとうございます、嬉しい。あら、スクショしたいがいっぱいです。何、お、直樹さん、ありがとう。なんか、ね、あのうさぎのサンタに今年はなってみたよ。毎年さ、配信でなんかサンタっぽいのしてるんですけど、今年はうさぎ、うさぎです。マーキーさん、ありがとう。菜の葉さん、寝落ちしてしまいそう。お、ソウさん、ダンスバトル、ファイト、ダンスバトル、すご。水菜さん、メリクリ、ありがとうございます。秀幸さん、滑り込みだよ。あ、終わっちゃった、クリスマス終わっちゃった、みんな終わっちゃいました。お酒じゃないです、迷ったけど。陽平さん、ありがとう。終わっちゃったよ。今日何してたのみんな。25日は昨日めちゃくちゃ人やばかったね、日曜日だからか。めっちゃ人がいっぱいでした。愛知のさん、いらっしゃい。平正さん、ありがとう。終わっちゃったよね。野賀さん、ありがとうございます。ひろぽんさん、メリクリ。一人だよ、
手にさ、クリぼっちです。なんならご飯も一人だし、今日はお仕事の帰りに弥生県弥生県です。カイトさんこんばんは。26日になったね。なっちゃった。ゆうきさんありがとう。アロハー、アロハー。ん、こうか、こうか。江戸川さんありがとう。アイマールさん出てます。ジョイサウンド出てます。ありがとうございます。ありがとう。君にのめり込むクリスマス、略してメリクリなのえ、目はどこから来たの、それ。目はどこから来てる。レモンティーさんありがとうございます。漢字のゆうさんありがとう。魚、魚、七瀬さんありがとうございます。25日にもう終わっちゃったけど、メリクリー。すすらさん、かっちゃん、ぴえんさんありがとう。やん、ひろくんありがとう。ん、あ、すごい、こうやってコメントも見れるんだ。魚、あーにゃ、おー、ありがとうございます。ジェイロさん、アーニャ、エゴイスト歌って。エゴイストね。99さんありがとうございます。ありがとう。アーニャみたいですね本当にアーニャみたい。本当、ゆうさんありがとう。今日は東京です。まあ、まだ実家の方にいたらあれだったかもね。あの、予定もあったかもしれないけど、家族とか。オリビアさんありがとうございます。ハロー、ハロー、ここにいるよ。冷凍餃子さんありがとうございます。メリクリー。ミクちゃんでメリークリスマス。メリー、ウフ太郎、ウフ太郎、メリー、メリークリスマス、メリー、メリークリスマス。ピエー、おかしい。警察24時やってるの？朝から巣鴨道場行ってきた。え、そうなの？言ってたか、麻雀しに行くよって。ひろきさんありがとうございます。すえちゃんさんありがとう、おやすみ。みたあまさんありがとう。この配信が続く限りクリスマス、そやで。この配信が続く限り今日は終わらねえ。ありがとう、タカさん。かわいいサンタ見つけた。言い過ぎ
NT さんありがとう。 NT1134 さん、陽平さんありがとう。ケーキもね買ってたんだけどね、もうちょっとお腹いっぱいで、さっきねもう1個は全部食べて2個入れの買っちゃって、PAKRT ではさんありがとうございます。クリスマスに麻雀牌買った？クリスマスプレゼントってこと？眠いね、もう12時だもんね。ブロリーさん声聞いたら眠くなる。ほんとそれ最近言ってもらえるんだけど、めっちゃ夜中にやってるからかな。私の配信聞きながら寝てしまう方いるのかな、気づいたら終わってるみたいな、あるのかな。酔ってるんかーい。大将さん、リュウさんありがとうございます。ありがとう。イノシシさんありがとうございます。絶対寝ない。嬉しいね、ありがとうございます。寝ないでね。イノシシさんはじめまして。ピャクレルさん元気ですよ。プリンヨーグルトさんありがとう。あれファミマ行ったら品切れでした。いや確かに今ケーキギリギリ売ってるかもしれないけど、売ってないかもね、もしかしたら。そう、一個入りがなくて、ケーキ1個入れなかったのよ。KYDKAB さんありがとうございます。落ち着いた感じ。そうですね、よく言われます。 QOQ さん、あ QAQ さんありがとうございます。トムさんありがとう。人の夢は終わらねえ。道後温泉入りたいと思ってます。年始ぐらいに行きたいな、今年は。あら、ありがとうございます。 KYT さん、さっき仮眠しといた、ありがとう。仮眠しといた。この前の BGM の時やばかった。あ、そうそう、普段はね違う BGM 使ってるからね。そうなのよ、今日はちょっとあれでしょう、今日はおしゃれな感じでしょう。バナオさんありがとう。北海道さん寝落ちすることある？リンゴみかんさん、お、動画見てくださったのかな。声真似してます。ピカチュウさんありがとうございます、フォロー。え、めっちゃ偶然だね。ネコプ泊まったホテル母校、私の母校と同じだった。そうなの？眠くないの？って、まだ眠くないよ。
マルコさん、はじめまして、ありがとう。フォローありがとうございます。 KYTK さん、ありがとう。ダニエルさん、大好き大好き。中野いつきが好きですって、わかります。え、いつきちゃん推しってこと？みんな可愛いからね、5つ子。私はみくちゃんが一番好きだけど、よつぱも最近好き。のりゆきさん、ありがとう。りおさん、ありがとう。もんちっちさん、ありがとうございます。とっちゃんさん、ありがとうね。リボーンさん、ありがとうございます。お正月帰れるよ、帰れるのよ、嬉しい。松山ね、帰れます。チャーさん、ありがとう。ピーナッツ、お正月、お正月はね、私は何事もなければ、実家が、おじいちゃんの方の実家が島にあるんですよ。その島に帰ってる、島に帰ったりしてます。みんなが休みだったら、家族。井原さん、ありがとうございます。私は五木ひろし推しです。渋すぎ。いいねそれ、五木ひろしさんもいいよね。ありがとう。箱推しなの、リオさん。わかる、その箱推し。シリップさん、ありがとう。とっちゃんさん、愛媛から、ありがとうございます。フリーレンの声でお休み。フリーレンか、そうだね、そうだね、そうだね。おやすみ、おやすみ。あなたは美しい赤ちゃんです。違います、赤ちゃんじゃないです。伊原さん、ありがとう。宗仁さん、ありがとうございます。 DYB さん、いつも見てます、ありがとうございます。ありがとう。フェルンでメリクリ。フリーレン様、メリークリスマス。フリーレン様、メリークリスマス。一番好きなアニメキャラ、今も昔も、いのりちゃんかな、ギルティクラウンの。あ、佐久間さんか、佐久間さんだね。レムちゃん、おやすみなさい。
リカちゃん、リカちゃんは花沢さんだよね、呪術廻戦のリカちゃんか。リカちゃんどんな声してたかな。ヒロさんありがとうございます、フォローしてくれて。アーニャ、ピーナッツが好き。アーニャ、ピーナッツ、メディクリスマス、クリスマスクリスマス、フェルに出る、ありがとう。タカさんありがとうございます。鎖鎌のバーナビーのとこめっちゃ笑ったんだけど、アーニャ鎖鎌のバーナビーって言ってるとこ初めまして、ありがとうございます。残り5日しかないんだよ、本当にね、早いよね。メインのお仕事はライブが多いので歌手活動をしてます。歌手活動とプロ雀士での活動かな。日本プロ麻雀連盟に所属してます。那須川さんありがとうございます、ありがとうございます。マッキーちゃんさんありがとう多分うゆさんありがとう。四つ葉難しくてごめんよ、四つ葉ちゃん難しいよ。さきさんありがとう。ダイワスカーレット、ダイワスカーレット大好きだけど難しいよ。髪長くなりました、すごい。下はねちょっと編み込みしてるというか、ごめん、あ、めっちゃあれだけど、ボサボサになっちゃったけど、ちょっと三つ編みみたいなのしてたんですよ、実はしてました、実はね。寝落ちしそう、いいよ寝落ちしても。まさきさんありがとうございます。リゼロ私も好き。新章出ないのかな、来年新しい章。五等分の花嫁だとやったことあるのはみくちゃんといちかちゃんといつきちゃんかな。山田、山田って言ってる人の声、水瀬さんかな、山田って言ってるの。山田、山田、マキマの声、デンジ君。手どうやってするんだっけな、デンジ君みたいな人。ところてんのすけ、ごめん分からん、ところてんのすけ。ユーザー6670さんありがとうございます。陽平さんおやすみ。捜査のフリーレ見てるよ、漫画も見てて、あと最新までは見てないけど、漫画いいよね、早々のフリーレ。あ、そうそう、31日にラジオに出演させてもらうんですけど、そのラジオはね2時間ずっとアニメの話するラジオで、よかったらラジコとかで聞いてください。ラジコというアプリだったら全国どこでも聞いてもらえるので。あとね、杉作アニメ学院っていうラジオです。ぜひ
ニメ学院とかで調べてもらったら出てくるかも。ぜひ聞いてください。31日。そらさん、ありがとうございます。 M さん、昨日のネット M リーグの収録見て、ありがとうございます。あ、昨日あの外にいらっしゃったのかな。見てくださってありがとうございました。昨日はあの六本木にある欅坂スタジオっていうね、テレビ朝日の一つのスタジオがあって、そこは観覧もできるスタジオなんです。そこで昨日は収録があって、会いに来てくれてたんですね。703、ありがとう、ありがとうございます。ボボボーボボーボボー似てないんだよね。赤ちゃんのやつかな、ボボボーボボーボボーって。リボーンとかやってた時にやってたやつかな。写真スクショ整理で寝れん。そんな撮ってくれてるの。今日はどうでしたか。いや今日はね、私本当に今日はクリぼっちな生活だったよ。本当にクリぼっちだった一日。人とは会いましたけど、仕事の人とは会いましたけど、ベルセバブ？あ、そうなんだ。赤ちゃんの方はベルセブブ？バブ？ケーキ食べたよ。ケーキはさっき食べた。清高さん、ありがとうございます。ありがとう。TH さん、ありがとうございます。サクさん、ありがとう。大文字の。手綺麗。手、ありがとう。結構なんか骨骨しいけどね。なんか可愛いさ、短いコモポムの手とかじゃないんだけど。本当骨骨しいけど、ありがとう。山さん、ありがとうございます。クリぼっちでいてくれてありがとうございます。まあお礼言われるならクリぼっちもいっか。クリぼっちでね、一緒に打ちたい M さんを、こと来年はなんかそういうの開けたらいいな。なんか一緒に打てる大会とかイベント開けたらいいな。ポニャさん、ありがとうございます。毎日メイク細かく教えてほしいです。お、欲しいママさん、いらっしゃい。毎日メイクね、じゃあいつか載せますね。 YouTube とかの方がいいかな、載せるな。なんか次の YouTube とか何載せようって思ってるんですけど、質問コーナーか、なんかルーティーンみたいな、モーニングルーティーンとか、あと Vlog 系とか、何が見たいとかありますか。なんか見てみたいよって、よくなんか
定番な感じで。いや、リボンは違うと思う。リボンはね、見てたよ、北海道のジョーさん。お、チャーチェーさん、メリクリです。メリークリスマス。そう、星さん、ちょっとライト切れたりついたりしてるけどごめんよ。ニヤリさん、ありがとうございます。なくても明るいっちゃ明るいのか。こうした方がどっちも明るいもんね。社会人はだいたいみんなクリぼっち。あ、そうか、そうだよ、今日月曜日だもん。だって月曜日だもんね。ラムメグさん、ありがとう。麻雀配信ね。あ、麻雀配信しよっか。お正月したいな。ありがとう。 Vlog がいい。あ、聖地巡礼したい。すごっ。なるほど、どっか行ってね。それしよっか。ルーティーンか麻雀が見たい。麻雀多いな。ゲーム配信、あ、ゲーム配信はしたい、したいです。あ、冷凍餃子さん、ナイトルーティーン見てくれた、ありがとう。今のところあのナイトルーティーンとなんかね、なんだろう、お休み雑談、なんかこ もう私も寝ながら喋ってるんですけど、お休み雑談を載せてる今のところ。ぜひ見てみてください。 YouTube 飛べるので。上住さん、あ、上住さん、そうですよ、もう全然26日なのにもうモリモリサンタしております。そうだ、あの今日発売の、日付変わって今日発売のカメラマンリターンズっていうあの雑誌の表紙を飾らせていただきまして、それが今日発売なの。書店とかで並ぶと思いますので、ぜひ見つけたらゲットしてください。YouTube の方がいい？ウインク。リップ綺麗。いただきました。私のおかげでクリぼっち回避できた？よかった。そうだよ。もうここにいるみんなはクリぼっちじゃないね。もう。ありがとう、ヨシ。そうなんです。たらゲットしてください。カタピーさん、ありがとう。そうだね、30分になったからもうちょっとしたら終わろうかな、そろそろ。あー、ナルトを見れてないんですよ。ひなぷが一番 したいのは何なの？YouTube のあの何載せるかってこと？なんだろう。でもみんな的にも言ってくれてた、ゲームはやりたいなと思ってた。お正月だし、お正月できたらいいなと思ってました。ゲーム配信とかね、麻雀も。あれ、100質ってあるやん、100の質問コーナーみたいな。もうあらかじめ決められてる質問を答えていくんですけど、それもなんか自己紹介でいいかなと思って。100の質問って結構あるけどね、やろうかと思ってた。一番好きな声優さんですか？もうお声が大好きなのは茅野さんです。
ゼロさん、仕事さん、ありがとうございます。本買います。ハートポーズ。MTAKE さん、なんて読みしたらいいんだろうか。ありがとうございます。嬉しい。梅ちゃんさん、そうなんですよ。レインさん、ありがとう。レウさん、メリクリ終わってるんですよ。終わってるけどやってるよ。カワチーノ見れた。マイジャパンさん、麻雀のやり方解説解説の方ね。くれる？勝つための麻雀講座。シュートさん、ゲームはねまだ途中だけど、あのハリーポッターのやつやってて、ハリーポッターのホグワーツのやつ、あれ進めないとなと思ってて、あとはあの PS5 がねの中の何か新しいのなんかやりたいな。そうそう、ストロック、ストリートファイターズにすごい興味があって、それも始めたいなって思ってるんですよ。でもいろいろ揃えるもの多いかな、ストロックは。ねえ、カンナさんのシルフィー系も好きだし、あの声高い系のメンマとかも大好き。いや、シルフィー系とかね、あの SAO のアリスもカヤノさんだから、すごいかっこよくない？アリスの声。今年やり残したことはねないね。もう断捨離したいぐらいです。シュウヘさん、ありがとうございます。はじめまして、嬉しい。からかい上手の高木さん、西方メリークリスマス。西方高木さんってめっちゃ笑ってるイメージがある可愛いよね高木さん。ロンロンやってるとこ配信するのはダメな。あ、ロンロンはいいです。ロンロン、あのするならロンロンになります。麻雀配信飲みに行ったら楽しそう。本当？私と？かやのさん、お声が優しい。そうだね、優しい、めっちゃ。ななはさん、アリスの声好き？かやのさんの。いいよ。ストローク面白い。大使館、いやー、やりたいよ私ストローク。ありがとうシュートさん。ポケモンはね、やっと通ってきてないんだ。そうなのよ、やり始めると止まらないタイプ。わかる。ゆうさくさんありがとう、それすごすぎ。まさきさん、ありがとうございます。麻雀のやり方講座ね、すごい多いな。麻雀のやり方講座、麻雀のもうルールからってことだよね。ルール、なるほど。それは配信とかでやりたいな。じゃあまた。じゃあそろそろクリボッチだったけど、みんながいてくれたので
すごい楽しいクリスマスになりました。最後もう一回乾杯しとこ。ちょっとシャンメリー買ってるので私。はい。もう終わっちゃったけど、メリークリスマス。乾杯。おいしい。おいしいよ。良い私は。じゃあ。寂しいけど終わろうかな。え、呪術廻戦ってゲームになってるの？なんか呪術廻戦やばいね。もうすごいよ。悲しすぎるんだけど。私アニメ勢だから原作知らんかってさ、もう一人でめっちゃえって言ってる。毎は毎は。急展開すぎて。ってことって言ってます、呪術廻戦。漫画知ってる方はね、逆に辛いんじゃない？今の回見るの辛い人もいると思うけど。何味？ピーチ味です。ピーチ味。東京リベンジャーズは逆に漫画しか見てなくて、アニメ見たことないのよ。みたいな。ディズニープリンセスの声真似、ね、ちょっと学んどくね。よし、スクショタイム。じゃあ最後しよっか、スクショタイム。ちょっと近い？近すぎ？あら、あらかわいい。ありがとうシルファさん、嬉しい。ありがとうございます。どうしようかな。ちょっとウサギだよっていうことをなんとか伝えたい。お、うさぎ感これ出てるのでは。あ、あとこのリボンがリボンだよって。ではそろそろ完璧か。ちょっとランキング読みだけさせてもらおうか。あら、シルファさん、たくさんいただきありがとうございます。ありがとう。 KYTABE さんか、ありがとうございます。虹色さん、ローマ字のヨシさん、アントワンヌさん、のりたま、ひでゆきさん、まみちゃん、けんしりゅうさん、すいかさん、しゅうとさん、ブラッチ、まさきさん、うめちゃん、ねこぷー、ありがとう。では、みなさん、メリークリスマスでした。年内、配信できそうな時はまたしようと思いますし、投稿の方も載せれたらいいなって思ってるので、よかったらフォローしていってください。普段は声真似とかそういうのをよく載せてます、アニメのね。またね、また会おうね。
すみ、ありがとう、ありがとう、乾杯、バイバイ、3、2